レッグアウト申します。今夜歌わせていただくのは僕のオリジナル曲で、涙の訳という曲です。この曲はですね、僕が音楽をやっていく中で、まあいろんな悩みがありまして、なかなかこう前に進めなかった時期が、ありました。まあでもそんな時にも、こうたくさんの人がですね、意外にも背中を、押してくれていまして、ずっと僕は一人で悩みながら音楽をやってきたと思ってたんですけど、そんなこともなくてですね、ちゃんと僕が、周りを見れていなくて、僕のことを応援してくれていたり、こう背中をね押してくれようとしてくれる人たちが、たくさんいました。そんな時に、僕がですねこの曲を、作ろうと思ったのは、僕も誰かを背中をですね押せるようなミュージシャンになりたいなと改めて心を入れ替えまして、そんな今何かに悩んでいたり挑戦しようとしている人たちに、届くように、涙の訳という曲を作りましたので聴いてください。レッカオで涙の訳。こんな僕じゃ何にもなれないと嘆いた夜も、君は決して諦めていなくて、あなたはきっといつか輝ける人よ、なんて君は優しい人。夢を諦めた世界は腐っていた。何をやっても続かないよ 3day shift。 何の才能もないことを誰かのせいにしてたクズ野郎さ。空でも世界は素晴らしいと気づかせてくれる人たちがいるから、死のうなんて滅相もない。皆様本当にありがとう。諦めていなくて、あなたはきっと輝ける人よ。ああもう涙が止まらない。僕らは夢で描いて叶わないと現実逃避で、時にないものねだりさ。18で死んだあいつはどうなるの。愛を感じないとか生きてる意味がないだとか、僕がそばに行ってあげるから好きなだけ泣いてよ。いつもさ一人それでも隣振り向いてみたらちゃんといるからさ、ほらこっちへおいでよ、僕が君のために歌おうよ。僕らはまだ幼いさ、いつまでも子供のままでいいさ。小さな幸せを語り分かち合おうぜ、また君に会えたらたくさん話をしようね。いつもどこかでつながっているよ。
ない夜も君は決して諦めていなくて、そんな君にもさできることはあるから、ああもう何も諦めることはないさ、いつか君は輝ける人よ、ああもう涙を交わさないで、こんな僕にもさできることはあるから、ああもう君のために歌うわ。ありがとうございました。こんな僕じゃ何にもなれないと嘆いたよ、君は決して諦めてなくて、あなたはきっといつか輝ける人よ、なんて君は優しい。